皆さんこんにちは。7月5日にバイオパークで羊の赤ちゃんが生まれました。今こちらにいるウール君という男の子の羊ですね。バイオパークで羊が生まれるのはこの子が初めてになってますね。お母さんの名前はベイコと言いまして、こちらにいる大きな子がお母さんになってますね。もうとっても好奇心が旺盛でですね、時々お母さんから離れてペットハウスの中をうろうろすることがありますね。お母さんからおっぱいももらいながらペットハウスの中うろうろしてお客さんたちにご飯をおねだりしますね。なんでたくさん食べていつもお腹パンパンになっちゃってます。この可愛い姿ですね、今のうちしか見られませんので、皆さんぜひお早めにペットハウスに会いに来てください。